12月17日、坂出第一高校で地元企業5社による企業説明会が開催されました。この説明会は、高校生が地元企業への理解を深め、就職促進につなげようと、ハローワーク坂出が毎年開催しています。今年は就職活動を間近に控えた2年生およそ70人が参加しました。現在、高校生の卒業後の就職率は 99% 以上で、就職環境は整っているといえます。一方で、就職後3年以内の離職率は 35.8% と高い水準となっており、いかに仕事を継続できるかが課題です。離職率が高い要因として、適性の見極めや職業理解の不足があると考えられ、それを補うために高校生向けの説明会が平成22年から全国的に開催されるようになりました。生徒らは今後のスケジュールや正社員とフリーターの違いなど基本的な説明を聞いた後、各教室に分かれて企業からの説明を受けました。今回説明会に参加した5つの企業は、介護職、技術職、食品製造など様々です。どの企業も自社の特徴や必要とする人材像に加え、挨拶や素直さなど、社会人として必ず必要とされることを高校生らにしっかりと伝えていました。全般的に困っている人に手助けをするような、仕事と捉えてもらったらいいかなと思います。自分としてはどの年代の方ともうまく話ができるように、常にね、いろんな情報を収集するようにしています。実際に職場で働く人からの意見が聞けて、とても貴重だと思いました。実際にその就職試験する時にその聞いた話が活かせたらなと思ってます。すごくなんかいろいろなことしてて大変そうだなって思いました。なんか就職選ぶ時とかやっぱ事前にいろいろ調べてから行きたいなと思いました。そうですね、やはり実際の地元の企業さんから企業の産業の状況ですとか、地元の会社の特徴ですとかを聞くことによって、これからの就職した後の職業理解を深めていただいて、職場定着に生かせていただけたらと思いますので、お願いいたします。生徒らにとって就職への実感が持てる貴重な時間となっていたようです。3年生になると就職に向けて動き出すとのことなので、皆さん頑張ってください。